皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。トムと申します。このチャンネルでは普段僕が撮っている野鳥の動画や写真を配信しています。この前は普段僕が使っているこのカメラ、キャノンのパワーショット SX70HS を野鳥撮影に使った時のメリットとデメリットをお話ししました。今回はこのカメラでいかにして野鳥を上手に撮るかというところにフォーカスしてお話ししていきたいと思います。というわけで、綺麗に撮るためのカメラ設定と実際野鳥を撮るときに、綺麗に撮るためのポイントを今回も、写真を交えながら解説していきますので、それではどうぞご覧ください。まず野鳥を撮る前にこのカメラの設定ですね。僕の場合は状況によってカメラの設定をいちいち変えるのが、ちょっと面倒に思ってしまうので、基本的には同じ設定で撮っています。で、僕が気をつけている設定は主にこの5つになります。では一つずつ説明していきます。はい、まず撮影のモードは基本的にはこのマニュアルモードで撮っています。マニュアルモードではこの上のダイヤルでシャッタースピードを調節できるようになっています。で、実際撮影時にいじるのはこのシャッタースピードくらいですね。次にこのカメラで野鳥を撮る時の肝になる設定です。それが ISO の設定です。 ISO、ISO とも言うんですけれども、数字が高いほど暗いところでも明るく写真が撮れるんですけれども、その分ですね、画質が著しく落ちます。野鳥を大きく撮れてもザラザラした写真になってしまっては意味がありませんので、僕はこの ISO の上限を200までに設定して、1から200の間で自動で動くようにしています。で、これをするのとしないのでは相当画質が変わってきますので、ぜひ上限を設定することをお勧めします。次にオートフォーカスの設定です。動作はワンショットとサーボっていうのが選べるんですけれども、僕は常にワンショットにしています。サーボは飛んでる鳥などには使えるんですけれども、前回の動画でお話しした通り、そもそも飛んでる鳥にですね、不向きなカメラですのでほとんど使えません。で、方式は僕はスポット1点 AF にしています。で、隣の1点 AF でもいいんですけれども、背景が抜けているいいところに止まってくれた時にですね、ピントの範囲が狭い方が背景にピントが持っていかれにくいので、僕はこのスポット1点 F っていうのにしています。で、続いてドライブモードですね。で、これは必ず高速連続撮影にしてください。野鳥は止まっていても基本的に常に動き続けていますので、何枚か高速で撮るっていうのが基本になってきます。で、その中から気に入った写真を選んでいくっていう感じですね。で、この写真の枝がなんかはすごくこうちょこまか動くので、大量に撮ったうちの1枚になります。続いて撮影時のシャッタースピードなんですけれども、基準を250分の1にすることをお勧めします。あんまり上げすぎても画像が暗くなってしまって、解像感が落ちますし、あと下げすぎても確実にブレますね。ただ森の中とかですね、普段から薄暗いところでは100分の1くらいにすることもあるんですけれども、その場合はもうできるだけカメラを固定してこうシャッターを何度も切って1枚でもピントになっていれば OK といった感じになってきますね。僕の場合は最低40分の1くらいまで落とすこともあるんですけれども、その場合はほとんどブレることを覚悟しておいてください。それでもこの写真のようにですね、シャッタースピードを下げても解像感がよく、撮れることもありますので、ここはもう腕の見せ所になってきますね。で、あとおまけとしてですね、ホワイトバランスは後ほどですね、補正でどうとでもなるので、僕は基本的にオートに設定しています。あとはデジタルズームで最大 2730mm 相当までズームができるんですけれども、そうすると画質はそこそこ落ちてしまうので、この設定はオンでもオフでもどちらでもいいかなと思っています。はい、いかがだったでしょうか。ここまでが野鳥をきれいに撮るためのこのカメラの設定方法になります。で、続いてですね、実際撮影をする時の野鳥をきれいに撮るためのポイントについて解説していきたいと思います。僕が撮影時に気をつけているポイントは主にこの4つですね。ではこちらも1つずつ説明していきます。まず距離ですね。写真が綺麗に撮れるかどうかっていうのは、もう割とこの距離にかかっているって言っても過言ではありません。
で、この写真のようにですね、あの風景的に撮っている写真なんかはまあその限りではないんですけれども、まあ、基本的には野鳥との距離がですね近い方が綺麗な写真が撮れます。でも驚かれずに近づくにはですね、存在感をなるべく少なくするっていうことが大事になってきます。これもちろん物理的にですね、あの簡単に言うと小さくなって、ゆっくりっていうのがポイントですね。まあ、あとはですね、あのじっとしてれば野鳥の方から近づいてきてくれるなんていうこともあるので、まあ、その時はラッキーですね。近くで撮れればこんな風にですね、解像感のいい写真が撮れます。次に野鳥が止まっている場所ですね。まあ、これはどういうことかっていうと、例えば枝がこう野鳥に被っていないかとか、あとはですね、逆光になっていないかっていうところですね。で、理想はこんな風に背景がすっきり抜けている写真っていうのが、まあ、理想かなって思います。ただなかなかこういったところにはこう野鳥止まってくれないので、まあ、これも止まったらラッキーくらいに思っておいた方がいいかもしれないですね。野鳥はこう基本的にやっぱり枝の込みた枝の中とか、まあ、やぶの中だったりとか、まあ、暗かったり、あとは基本的にごちゃごちゃしたっていうところが、やっぱり小鳥は安心する場所かなっていうふうに思います。で、次にシャッタースピードですね。これは先ほどお話しした通りですね、基準はあの250分の1で、暗かったら少し下げて、まあ、動きが速くて、まあ、明るくてシャッタースピード上げれるかなっていった時には少し上げるっていう感じですね。まあ、僕の場合は上げても大体500分の1秒くらいで、下げた時には先ほど言った通り、大体40分の1くらいまでは下げることもあります。で、最後に手ブレですね。で、こう三脚なんかに固定していない限りは、まあ、どうしても手ブレっていうのは起きます。で、暗くてシャッタースピードを上げられない場合は、やっぱりできる限り手ブレは起こしたくないですよね。なので、こうおすすめなのは、こうどこかに肘を置いて、あとはしっかり脇を締めて、で息を止めながらシャッターを押すっていうことですね。で、息を止めることでかなり手ブレを抑えられるんですけれども、まあ酸欠にならないようにだけ気をつけてください。はい、いかがだったでしょうか。以上がこのパワーショットで、野鳥をきれいに撮るための設定方法と、あと撮り方でした。ポイントをおさらいすると、こんな感じですね。合わせてこの9個になります。で、このポイントを参考にしていただいて、まあ、たくさん撮ってるうちにだんだん自分のやりやすいやり方っていうのを、撮り方ですね、見つけていっていただければと思います。で、最後にですね、僕のインスタグラムではこのカメラで、撮影した野鳥写真を日々投稿していますので、概要欄に URL が貼ってありますので、ぜひ覗いてみてください。そうですね、今後もこういった感じで、まあ、野鳥の撮り方だったり、この野鳥はこんな風に撮ったらこう綺麗に撮れるよみたいなことを、まあ、ちょくちょく上げていこうかなと思いますので、気になった方はぜひチャンネル登録と、あと高評価もどうぞよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。